ここが王様のお墓かな。そこの愛国の者、我が国の神聖なる王母に何用か。よう不埒な侵入者め、王の呪いを受けてしまうぞ。私たち異国の文化に興味があってお参りに来たんですけど、中を拝見できませんか。でい、何人たりとも許可なく入ること、あ、まかりならぬ。かまへんやん、減るもんやなし。自分ケチやな、喋り方も変やし。その方こそ妙な訛のくせに何を、あ、申すか。ここは許可のない者は立ち入り禁止だ。観光なら町を見て回られるがよい。じゃあその許可をくれる人って誰なんですか。ならば町におられる次郎長様を訪ねます。あ、分かったよ、町の次郎長さんだな。よし、みんな行こうぜ、次郎長さん探しによ。お呼びでしょうか。オリヴィエル、たった今天狗神ヒンメル様がご転生なされた。おお、ついに天上界を支える我らラティオの王天空神がご転生なされたのですな。天空神といえどまだ赤子だ。ラティオの王として学んでいただくことが数多くある。そこでオリフィエル、お前をヒンメル様の教育係に任じよう。なんともったいないお言葉、これほどの栄誉はございません。私などでよろしければ喜んでこの身を捧げましょう。では頼んだぞ、オリフィエルよ。はっ、この身ヒンメル様に捧げる覚悟にございます。確かに次郎長はわしじゃが、異国の客とは珍しいな。おじいさん、
僕たちお墓に入りたいんです。ほう、ならそこの海にでも飛び込めばいいじゃない。ちょっとちょっとルカ君、その言い方だと誤解が。ご老体、我々はこの国の王墓へ入る許可が欲しいのだが、認めてはもらえないだろうか。これはいいなこと。あのようなところへ足を踏み入れたとて何も得することなどありゃせんぞい。副葬品の類は全部売り払うて国費に当てよったので、もう金目のものもないしの。僕たちは歴史研究の一環として帰国の王墓をぜひ見学させていただきたいと。ほら、お墓に入りたいって言ったこの彼がリーダーね、ルカ君。あ、はい、見学の許可が欲しいんです。ああ、そういうことなら。そうじゃの、次郎長様、また例のあれが。ああ、もうそんな時刻かいな。最近満潮時にはいつもこれじゃ。あれとかこれってなんだよじいさん。最近満潮時になると住処を追われた猛獣どもが人里にまで現れよっての。少々危険なのじゃ。ふん、そなたらその獲物を見ればそれなりに腕が立つ様子。猛獣退治に一役買ってもらえれば許可を出すっちゅうのはどうじゃ。あー、ギブアンドテイクってわけか。悪くない話だと思うぜ。なあみんな。そうね、人助けにもなるならぜひ。おう、そんじゃお願いしようかの。奴らが現れる場所は大抵決まっておっての、この町の出入り口に向かえばええ。まあ、ただ数が数だけに少々骨が折れるやもしれんぞい。じいさん、大船に乗ったつもりで任せとけって。海の民のわしらに大船に乗れとは、こりゃまた粋なこと。この町の出入り口やね。ほなみんな行こうか。
見て、あれが次郎長さんの言ってた猛獣じゃないかな。早速お出ましか。よし、腕が鳴るぜ。みんな来たわよ、気をつけて。役に立てそうかな。高き炎の躍動、全てを泣き放つブラストストリーク。アクロバリ、こんなところで負けてられないよ。なんだ、楽勝だな。そういう慢心は身を滅ぼす。獣相手とはいえ油断はしないことだ。分かってるって。ほら、次来たぜ。楽に勝てそうかな。えい、やっ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 やれやれ。僕はインドア派なんだけどな、狩りなんて趣味に合わないよ。ごめん、コンウェイさん、無理に付き合わせちゃったかな。ああ、いや、ルカ君が気にすることはないよ。ちょっと愚痴を言いたかっただけさ。さあ、もう一頑張りしよう。余裕やな。うわ、天に集い、炎を東北と共に降り注げ。こんなところで負けてられないよ。どうやらもう襲ってこねえな。これで全部退治したってことになるのかな。それにしても不憫ね。この国の水没さえなければ退治されることもなく、人と共存だってできたでしょうに。千歳さんが言ってた、天上界が滅ばなければこんな天変地異が起こることもなかったって。へえ、千歳さんが言ってたねえ。あ、別に退治するのが悪いなんて言ってないよ。私はそういうことを言ってるんじゃないの。もういいわよ、このオタクルカ。そんな話もうええやな。あのじいちゃんとこに早う報告しに行こうや。うん、そうだね。次郎長のじいさん、サクッと退治してきたぜ。お、まことに退治してきたと。どうやらわしの目に狂いはなかったようじゃの。それでお墓の見学許可は。あんなとこ覗いてもなんもええことありゃせんのに、えらくご執心じゃの。そう、この彼のルカ君の趣味なんです、お墓の見学。どうして僕に振るのさ。
いや、そのお墓ってその国の歴史を研究するにはすごく重要で。お、そりゃいい趣味しとるの。若いのに枯れておる。わびさびを介する見上げた異国の若者じゃ。ええじゃろ、わしが許可を出したと墓守どもに伝えるがいいぞ。これでルカ君も大喜びね。わーい。僕本当はお墓になんてできれば行きたくないんだけど。ん？なんか言った？おたんこルカ。いや、なんでもないよ。そう、じゃお墓に行きましょうかね、みんな。